何歳になってもエビはうまい。どうも、しばです。ちょっと今日はね、行ってみたい定食屋さんに行こうのコーナーです。おー、とりあえずね、今ね、めっちゃやばいんですよ。これ見て、到着予定時刻が、13時26分で、おーおーおー、ラストオーダーが1時半です。13時半、4分しかない。やばいね。やばい。とりあえずね、何をこんな焦って食べに行くかっていうと、大エビフライ定食、これをね、食べたいと思う。やっぱ揚げ物は正義ですからね。せやな。とりあえず揚げ物を求めて安全運転で行きたいと思います。ということで行きましょう。これ見て、食べたかった大エビフライ定食。なんかめっちゃ気になるやん。気になる。ということで行きましょう。急ごう。しゃ、ほいほい。ということでですね、僕が注文したのはこの大エビフライ定食のご飯代で、坊ちゃんが注文したのは唐揚げ定食。これ全部700円。これ全部700円。値段700円よ。結構シンプル。でこの辺のうどんとかあるみたい。説明忘れたんですけど、あの看板がすごい気になって、ほんま来てみたかったんですよ。あー、なるほどね。なんとかドタバタしてギリギリ間に合ったね。ということでやってきました、こちら。まずこの大エビフライ、エビが2匹ドーンですね。でシンプルにキャベツとマヨネーズ。おー、でこのご飯がでかい。ごんぶりやで。これは嬉しいな。ほんでお味噌汁、冷ややっこに、で大根やね、でたくあんと。で坊ちゃんのこの唐揚げのボリュームがすごい。これびっくりした。これね、すごいボリュームやね。もうちょっと唐揚げが食べたくなってきた感じもする。唐揚げにご飯に、まあ他は一緒やね。そうやな。ではいただきます。早速いきますか。でかいねこれ、でかい。この辺で割ろうか。熱い。それ揚げたてやから。これデザートやから。デザートやね、はいはいはい。じゃあマヨネーズつけて。あ、マヨネーズで。何歳になってもエビはうまい。せやな、せやな。700円コスパいいよね。せやな、ほんまにね。大根、あ、これえらい旬出るやん。おいしい、冷たくておいしい。急いで来た甲斐があった。これちょっとソースでも食べてみるな。衣がサクサク。僕はマヨネーズやな。デブかデブか。油に油か。いやもうな、油に油足したらもう油やから、それ以上それ以下でもないんだ。せやな。だからいいね。あ、せやな、中途半端にあっさりいこうとしな。ポン酢とかな、なんかめんつゆとかやったらな、あかんね。めっちゃ美味しいな。おいしい、おいしい。一個食べてみて。どうぞ。じゃあ僕これいただこう。めっちゃ美味しい。美味しいやろ。超味がある。ほんまに。めっちゃ熱い。熱いよな。これほんまうまい。唐揚げいいね、この味付け。あそこの看板に唐揚げとも貼ってほしいね。うまいわ。やっぱり貴族みたい、遠い。いいね。場所的な問題や。カメラ結構カオスな感じだ。めっちゃ遠い。唐揚げの衣の香ばしい感じが、この中の醤油がこう
焦げて、うん、その香ばしさがすごい、いいね、うまい。おばあちゃんのが作ってくる唐揚げっぽい味、うん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 、素朴な、うん、全然血落とせへん。ここ、うん、ホワイトキウイ、ホワイトキウイ。あのね、10時から1時半そうそうでそれでやっていけるっていうことはやっぱりみんなに愛されてんねんな。そうやな、うんうん、多分一番忙しい時満席やろ、うん、なかなか今日この大きいお茶碗を置いてるところ少ないね。ないね、うん、なかなかない。これを究極にこうやったら店舗だね。そうやな綺麗に丸く叩いて押し込んで、うん、坊ちゃん今日僕の家から近いからあんまり入れられへんかったね。うまいな寝つく頃にはもう着いたで言われる。だってあのオープニング撮ってカメラ持ってたやん、うん、でしばらく経ったカメラをこう抱きながら疲れとんねんカメラ抱きながら疲れとんねんほんまに。この前の通り仕事がよく通るからね、看板が気になるよね。そうやねん、そうやねん、うん、で、店どこやねんってね、うん、看板だけ狙ってみて、店どこやねん、めっちゃ探すよな。ある情報によると、うん、ここは、うん、1時半前にこの白ご飯がなくなると、うん、営業終わるらしい。ああ、なるほど、うん、時間ギリギリでも、うん、来てもご飯がない場合は、うん、うどんとか、うん、おそばに変えかにしたら食べれるけど、うん、定食は食べたら食べれないらしい。健康な時は、うん、エビの頭普通に食べれんねん、うん、ちょっと不健康になってくるやんか。二日酔いとかで、うん、食べたら歯に刺さん、歯茎めっちゃ痛い。二日酔いやな、うん、なんかこうむくんでる時とか、うんうんうん、昨日あれから飲んだな、もしかして。ということは昨日1時に帰ってきてそっから飲んだな、もしかして、うん、ということでむくんでんねや、うん、もう帰ってきて家でラーメン食ったからで寝る前のラーメンはやっぱむくむ。また食うた、うん、屋台食うたばっかりやん、うん、1時間前に、うん、そう余韻がさ上がってきてさ、あもう一回食いたいな。あの醤油ラーメン美味しかったな。うまかった、うん、久々にやろう、お味噌汁。あーなるほどね、うん、うまいね、うまいな、うん、かき込んでんの似合うよね、味噌汁で、うん、でもこれさ、うん、あの CM みたいにかき込むと、うん、あのごめん、そうなるわけな、うんってなるね、うんうん、今やっぱ時期も時期やからかなり食べ方気ぃ使わんと。そやな、美味しくいただきました、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。いや美味しかった。しかもお母さんまた人がいい。そやな、親近感を覚えた、財布を忘れるっていうのであと思ったお客さんも財布忘れるって柴さんの場合はただのドジやね僕よくあるもんな。そうやね、 ID 使えたっけとか多いな、うん、あるあるある、うんうん、ということでこちらぜひとも食べるべき一品はお唐揚げです。大エビフライじゃんかい笑ってもうたこれいやあのね、エビフライもいいんやけど唐揚げがうまかった。ボリュームもあるし、うん、絶対唐揚げだから、ここは絶対あの唐揚げ書かなあかん。あこの辺にもう一個ここに唐揚げって。ああなるほど、やってくれんと困らない。そやな、そやなということで、あの皆さんいろんなもの美味しいのあると思うんで、どれがうまいか来てみてコメント書いてくださいということで、本日もありがとうございました。皆さんちゃんと財布は持っていきましょうということで、本日もありがとうございました。今日はデブにはならないよ、俺の唐揚げ食べたからデブになるよ。おー